今日は口どけ食感の濃厚なチョコレート寒天を作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピとして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は濃厚なチョコレート寒天を作りたいと思います。今回寒天で固めるんですけれども、少し柔らかめに固めるので口どけ滑らかでとても美味しいチョコレート寒天です。作り方自体は混ぜて冷やすだけなのですごく簡単です。要所要所ポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。牛乳、チョコレート、お水、お砂糖、ココアパウダー、粉寒天、こちらの材料で作っていきます。チョコレートは今回私はブラックチョコレートを使います。でこちらはミルクチョコレートで代用していただいても OK です。その場合はお砂糖の量を調整して加えるようにしてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。まずはじめにこちらのチョコレートを細かく刻みます。このぐらいですね。このぐらいね、できるだけ細かめに砕くようにしてください。それでは残りも同じように砕いていきます。はい、チョコレートはこのように細かく刻んでおきましょう。それでは続いてココアパウダーを牛乳に溶かしておきます。まずココアパウダーにこちらの牛乳から大さじ2杯から3杯ぐらいですね、まず最初に入れてなじませます。一度に入れちゃうとね、ダマができやすくなるので、ちょっとずつ加えてなじませていきましょう。でこれで混ぜます。でこのようにパサパサしてきたら、また牛乳を少しずつ加えてください。でまた加えます。今度は大さじ1杯ですね。で混ぜます。だんだんこのココアの生地を緩くしていきます。はい、で牛乳ぐらいの緩さになれば OK です。でそしたらですね、こちらの牛乳の方に戻し入れます。でちょっとこっちに残ってるので、また入れて綺麗にね、こちら側の器のねココアも入れましょう。それではよく混ぜてください。このようにするとココアパウダーのダマもできず綺麗に混ざります。でこの後ですね、温めて溶かした寒天の中に入れていくんですけれども、牛乳が冷たいと寒天に牛乳を入れた瞬間に塊ができてしまいます。なのでこちらを軽くね電子レンジで温めます。それではこちらを電子レンジ600ワットで1分半から2分半ほど、少しね牛乳がぬるくなるまで加熱してください。はい、加熱しました。私はですね、冷蔵庫からすぐ出して冷たい牛乳だったので2分加熱しました。そしてよく混ぜて、この時に牛乳がぬるいぐらいになってれば OK です。で温めすぎると今度は牛乳の膜などができてしまいますので、温めすぎには注意してください。牛乳の準備はこれで OK です。はい、続いて寒天を溶かしていきます。まずこの粉寒天をお鍋に入れます。そしてお水を入れます。でこれをまずね、火をつけていない状態で粉寒天をお水となじませます。はい、はい、このように寒天が混ざったら火にかけます。耐熱のゴムベラなどを使ってかき混ぜながら、沸騰するまで中火で加熱していきます。はい、このように全体が沸騰したら火加減を弱火にして、このままかき混ぜながら2分間しっかり加熱して寒天を溶かします。ここできちんとね加熱しておかないと寒天が溶けずにチョコレート寒天が固まらなくなってしまいます。なので必ず沸騰してから2分ほど弱火で加熱するようにしてください。はい、今2分間加熱しました。それではここにお砂糖を加えます。全部一度に入れちゃって OK です。そして混ぜます。でお砂糖をねきちんと溶かしましょう。でこの時も火加減は弱火です。でお砂糖が溶けたら一度火を止めます。そして細かく砕いたこのチョコレートを加えて余熱で溶かしていきます。なのでチョコレートはね細かめに砕くようにしてください。大きめに砕いてしまうとなかなか溶けないのでね。はい、細かくね砕けば砕くほど簡単にねチョコレートが溶けてくれます。このようにチョコレートが綺麗に溶ければ OK です。粒もなくなって綺麗に溶けてる状態です。それではこちら軽く温めた牛乳をまず3分の1ぐらい入れます。
して混ぜます。でこのようにねちょっと緩くなったの分かりますかね、こんな感じで。このぐらいになったら火にかけます。で火加減は弱めの中火です。であとはね残りの牛乳を加えます。温めながらよく混ぜていきましょう。でここで沸騰させちゃうと牛乳のね膜などができてしまいますので、沸騰はねさせないようにだけ注意してください。鍋底の方がね最初にふつふつしてきたので火を止めます。きちんとチョコレートと牛乳が混ざっていれば OK です。そしたら火から下ろします。それでは冷水を用意していただいて、火から下ろした鍋をここに一度ね入れます。少しね粗熱を取りましょう。熱々のまま入れちゃうと固まる時に分離してしまう時があります。なのでちょっとねある程度粗熱を取ってから型の中に流し入れます。混ぜながら冷ますようにしてください。ちょっととろみがついてきたなっていうぐらいまで粗熱を取ります。とろみがついてきたので冷水を外します。そしてこういったね茶こしとかあとはこし器を使ってこの生地を型に流し入れます。チョコレートの塊とかもあったりするのでできればこしてください。そうするととても滑らかな仕上がりになります。それではこしながら入れていきます。はい、型に入れました。一旦粗熱を取ってその後冷蔵庫で2時間ほど冷やします。はい、冷やし固まりました。このようにしっかり固まってます。こんな感じです。それでは型から取り出したいと思います。はい、取り出す時は隙間をねちょっと作ってあげます。このようなね細めのナイフを使って周りを剥がします。で寒天の場合はちょっとね隙間を入れてあげるとスッと取れます。それでは逆さまにします。オープン。はい、こんな感じで綺麗に仕上がりました。この光沢が素晴らしいですね。はい、断面はこんな感じです。とても綺麗な断面に仕上がってます。これで濃厚なチョコレート寒天の完成です。こんな感じに仕上がりました。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。おいしい。すごく濃厚です。そしてあの寒天も柔らかめに仕上がってるのですごくねあの口どけ食感がいいです。濃厚なんですけど後味があっさりしててとてもおいしいです。はい、ということで今日もおいしく仕上がりました。今回のチョコレート寒天のポイントです。まずチョコレートはですねできる限り細かく砕くようにしてください。大きめに砕いてしまうとなかなかねチョコレートが溶けないので可能な限りね細かく砕いていただくとスムーズに作業が進むと思います。そしてココアパウダーなんですけれどもこちらはあらかじめ牛乳に必ず溶かしておいてください。そうすることでダマもできず綺麗に仕上がります。材料をね混ぜる時のポイントなんですけれども寒天はですね沸騰してもまだ完全に溶けきれていないので必ずねじっくり火入れしてください。そうしないと寒天が上手に固まりません。そしてですねその後2分加熱したらお砂糖を加えていただいてそしたら一旦火を止めてチョコレートを加えてその熱でチョコレートを溶かすようにしてください。であとはね牛乳を加えて混ぜていただくだけなんですけれどもこの時ですね牛乳も冷たいと入れた瞬間に寒天の塊ができてしまう時がありますのでちょっとぬるいかなっていうぐらいまで牛乳は温めておいてください。あとはですねもう型に流し入れるだけなのですごく簡単です。目安としては今回水分は 500ml とあと 100ml 合わせて 600ml 入れているのでお持ちの方にまずね 600ml の水を流し入れてみてください。その時にねちょうど入るぐらいの容器があればそういったものがいいんですけれどももしない場合は小分けにココットとかそういったものにね入れていただいてもいいかなと思います。寒天の食感とチョコレートの濃厚さのこの絶妙な感じがとても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日はチョコレート寒天を作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、Instagram、Facebook、TikTok、 こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。